今日はまず、えー、私がとっても気に入っている聖書の言葉をまずご紹介したいと思います、えー、聖書の中にこんな言葉があります最後に兄弟たちすべての真実なことすべての誉れあることすべての正しいことすべての清いことすべての愛すべきことすべての評判の良いことその他徳と言われること賞賛に値することがあるならばそのようなことを心に 止めなさい。私たちがどんな情報と付き合っていくのかもちろん世の中にはいろんな否定的な情報がまた私たちの心を暗くするようなそんな情報がたくさんあります。悲しいニュースとか。 現実に向き合わなければなりませんので私たちはそういったニュースとも付き合っていかなければならないそういう情報も扱っていかなければならないというのは、えー、決して避けることができない事柄の一つではないかなそんなふうにも思いますでももし記憶に留めるいつも心の中にしっかりと保っておきたいのはそれは 全ての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべての清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、そのほか得と言われることではないでしょうか。ぜひ聖書を読んでみてください。まあ、聖書は多分どんな小さな本屋さんでも売ってると思います。またお近くの教会に行かれると、「新約聖書なり」 何らかの形で皆さんに聖書が提供されると思いますぜひ手に取っていただきたいと思いますそこには誉りあること正しいこと真実なこと清いこと愛すべきこと評判の良いことまた得と言われることつまり私たちを励まし私たちを成長へと導き私たちを変えていくそういう言葉がそこにはたくさん記されていますそして そこに記されている言葉を一つ一つ心に蓄えていっていただきたいまるで私たちが食事をするかのように一つ一つ噛みしめて自分のものにしていただくことができればなと思いますそうするならば私たちは本当に神様にあって充実したそして 毎日の生活が本当に悔いのないそんな一日一日となるのではないかそんなふうに私は受け止めていますぜひ聖書の言葉に触れていただけたらなそんなふうに思います